昨年10月、米国司法省と11の州が Google を独占禁止法違反で提訴しました。こんにちは、Gです。今回は Google 抜きでラズパイを使うというお話です。UnGoogle という言葉があります。意識して Google から離れることで個人データを守ろうということです。ご存知の通り、Google は世界中のトラフィックを監視しています。しかし便利なのも事実で、この動画も Google の力なしでは作成できません。ラズパイで Google 依存を少なくするにはどうすればいいのか、これが今回のテーマです。まずは Google の管理下にはないサービスを探して試してみましょう。最初はトラッキングされないブラウザー。ラズパイは標準ブラウザーからして Chromium じゃないか。いえいえ、誤解されないように。Chromium は Chrome じゃないので Google に検索トークンは送信されません。もっと精密にトラッキング防止したい方は Firefox がベターです。ともかくは Chromium は使っても大丈夫です。ちなみに2020年の Linux でのブラウザーのマーケットシェアは画面の通りです。 Chromium はあまり使われてないんですね。個人的には昔は Chrome 派だったんですが、今は Mac は Brave に、ラズパイは Firefox で落ち着いています。Google もすべての始まりは Search エンジン。大体の検索エンジンはないんでしょうか？この動画は初めて6ヶ月ですので、自慢じゃないですが、超無名です。無名のサイト名をいろんなサーチエンジンで検索してみます。最初は Bing です。Bing のバックエンドは Yahoo US でトラッキングしますので代替にはなりません。ついでながら Yahoo Japan はバックエンドは Google ですので Yahoo US とは関係ないです。イメージ検索が残念ですね。次はヤンデックス。ロシア最大のサーチエンジンです。昨年来、ロシアは中国のように欧米メディアの規制法案を提出しており、成立すると YouTube や Facebook などが規制されます。ビデオ検索が残念ですね。法案成立前からヤンデックスはすでに忖度エンジンなのかな？このサイトもトラッキングされます。次はスタートページです。ちょっと遅いんですがトラッキングされません。バックエンドは Google なので検索は正確ですね。次はエンジン名を発音できません。ジブラ？ジビル？匿名検索でトラッキングされません。バックエンドは不明です。でもビデオ検索が残念です。最後はエコシア、ドイツの検索エンジンです。トラッキングはされません。バックエンドは不明です。イメージ検索が残念です。他にもダックダック Go やバイドゥのようにたくさん検索エンジンがあるのに、どうして4つだけなのか。海外サイトでGTube が検索表示されないのは全部外しました。Baidu は国ごと YouTube 禁止だからしょうがないですけどね。
スタートページはトラッキングしませんし、おすすめですね。ちょっとちょっと、国内企業がサービスしている検索サイトもたくさんあるけど、どうなんだ？どことは言いませんが、多くの検索サイトは Google がバックエンドで、検索結果は同じ。金太郎飴です。自前でトラッキング対応を入れてるなら告知するはずなので、現状は Google の思い通りなのではないでしょうか。次は多くの方が利用している Gmail。フリーメールはたくさんあるんですが、広告なしで日本語で申し込みできるとなると選択肢は絞られてきます。メールの場合はスマホとの連携や長く使えることも重要です。自分が使うならといろいろ試した結果おすすめできるサービスを見つけました。このサービスは Google Suite の代替になり得ると思います。Zoho という会社です。アメリカの企業で横浜には日本法人もあります。ここの社長の紹介記事が面白いです。ご興味があれば画面の URL をご覧ください。Zoho のサービスはまさに Google Suite。メールだけじゃなくカレンダー、連絡先、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、みんなあります。早速アカウントを作ってみます。画面の URL を表示してください。右上の地球儀アイコンで日本語にできます。個人向けをチェックして、メールアドレスを決めて、名前と電話番号をタイプするだけ、または他の SNS などでも登録できます。登録が終わると、Zoho の各種サービスにアクセスできるようになります。アカウントを作りましたので、ログインしてみます。zoho.com/mail とタイプ。画面中央のアクセス Zoho メールをクリック。または右上のアイコン。これはアカウント編集で画像を貼り付けたものですが、ここからアクセス Zoho メールを選んで、Zoho メールにログインします。ウェブメールの画面はこんな感じです。必要なものはすべてあって、わかりやすいインターフェースです。画面左のアイコンで、カレンダーや連絡先にアクセスできます。カレンダーは Google カレンダーやカルダブと同期できます。設定ボタンで詳細設定が行えます。メールについては、ポップや IMAP メールも追加できます。項目ごとに詳細な設定が行えるんですが、ヘルプは残念ながら英語です。画面右上のアイコンのさらに右側の Z アイコンをクリックすると、他の Zoho のサービスにアクセスできます。ライターを開いてみます。適当に作った例文です。左上のハンバーガーアイコンで編集ツールが表示されます。
テキストを選択すると属性変更のウィンドウが表示されます。段落ごとにプラスアイコンが表示され、各種データの挿入が行えます。書き出しフォーマットは Word、PDF、リッチテキスト、EPUB、HTML、OpenDoc、プレーンテキストが選べます。シートも試してみましょう。外観はこんな感じ。もちろん関数もマクロも使えます。情報はクラウドサービスで5ギガまで無料で使えます。さらにドロップボックスやエバーノート、ワンドライブなどにも出力できます。クラウド容量が足りないならメガはいかがでしょう。50ギガまで無料です。画面のサイトでアカウントを作成してください。ご覧いただきありがとうございました。中国製の USB3 ハブを買ったんですが、とてもいい、これならともう一個買いました。同じものなのに2個目はソケットが逆向きで使いにくい。仕方がないので3個目を注文中です。待てよ、国産買った方が安かったかな。4個目も買うかもしれない G でした。ではまた次回。